こんにちは深田静香です今日も昨日の続きで私の気まじめを治すためにカウンセラーの先生から競馬を勧められたお話をしますね私の先生は人の悩みや苦しみの原因は自分の中に定着している間違った固定観念が原因という考え方の人です 不真面目なことをした経験がないために普通のレベルの真面目さがどんどん悪化したんです私の間違った固定観念を使っていたことで真面目さが加速されて病的なほどの気真面目になってしまったんです早い段階で相談することで自分の厄介な固定観念を使わなくて済むんだそうです 私が先生と出会ったのは21歳くらいの時だったんですが実際に悩みを相談し始めたのは23歳ぐらいからですそして本格的に先生から有料のカウンセリングを受け始めたのは30歳くらいですもし中学生くらいの時に先生と出会っていて相談することができていたら人生が変わっていたと思います そしてこれまで YouTube でも話したんですけどあの忌まわしい出来事もなかったと思いますでもあの出来事たちがあったからこそ今こうして先生に出会えているしこうして発信することができているんですだから結果的にプラスなんです先生との会話に戻りますね 超えて病的真面目になっちゃったから病的な人を引き寄せているんだよ。よく考えてみて。しずかちゃんの周りの人って病的な感じの人が多くないそう言われて私はそういえばすっごく真面目すぎる人が多いです。逆にだらしなさすぎる人や心が病んでいる人も多いです。そう答えました。 続けて先生はこう言いましたそうだろうねこれまでの歴代の彼氏も病的真面目が引き寄せたんだよこれが静香ちゃんが男運が悪かった理由だからねだってね立て続けにとんでもない男性とばかり付き合ってきたんだよ一度はあったとしてもそれが続くなんてことは普通まずないからね静香ちゃんの病的真面目が引き寄せたとしか考えられないよね その言葉を聞いて、本当だな。歴代の彼氏には、いろいろと振り回されてきて、すごく辛い思いしてきたもんな。もう絶対とんでもない男性と付き合わないようにしよう。そう思いました。今日はこれで終わりますね。最後まで聞いていただいてありがとうございました。深田静香でした。また明日来ますね。